日本上空を通る順天長軌道順天長軌道の概念図。衛星は地球を一周するが、地表から見て軌道は相対的に8の字を描く順天長衛星システムは、日本及びアジア太平洋地域向けに利用可能とする広報衛星システム。内閣府の特別の機関の宇宙開発戦略推進事務局が順天長衛星を用いてシステム構築した。 2010年9月11日に、順天超衛星初号機導きが打ち上げられた。2016年4月の宇宙基本計画で、2017年に衛星3機が追加で打ち上げられ、2018年に4機体制でシステムを運用開始し、さらに2020年に初号機の後継1機と2023年に衛星3機を追加して7機体制で運用することが、閣議決定された。 衛星即位システムは社会インフラストラクチャーとして重要と言われ、アメリカ合衆国のグローバルポジショニングシステムをはじめとして、ロシア連邦のグラネス、欧州連合のガリレオ、中華人民共和国の北斗と大国や国家連合により自前のグローバルコンステレーションシステムの構築が進行もしくは計画されている。他国に頼らず自前で 全地球広報衛星システムを構築することは、精密誘導兵器や大陸間弾道ミサイルの運用において、国家安全保障上の観点から重要である。しかし、多数の人工衛星の打ち上げ、かつ、10年ほどの寿命による衛星更新が常に必要で、維持にも常時多額の費用がかかるため、自国による構築は、国家安全保障のための強い政治的な意思決定と、 軍事費を含む財政的裏付けが前提となる。従って他国の衛星即位システムに依存する、もしくは地域広報衛星コンステレーションの構築までに留めて必要とする衛星数を抑制する選択肢もある。一般論としては利用者側においても特定の一つの衛星広報システムだけに依存して永続的かつ安定したサービス受益を期待することには 様々な大国や国家連合の軍事的、政治的意図を抜きに考えた場合でさえも不安定性が伴う。例としてアメリカ合衆国の GPS は本来は軍事衛星専用であったのを段階的に提供制度の向上も含めて公的、民生的用途に拡大して行った経緯があり、それはアメリカ合衆国連邦政府の意図次第で今後も サービスレベルが変更される可能性が残るということになる。また、衛星広報システムは、広報衛星と信号受信機の2要素単独では成立し難い複合的なシステムでもあり、また一つの系にトラブルや異常が生じたような場合でも、マルチ GNSS 対応であれば、他の系統でバックアップできる。 日本の順天町衛星システムでも、費用に見合う効果及びキラーアプリケーションを見出すよう、継続して検討されている。衛星即位において、利用者の受信機の位置を測定するためには、4機以上の人工衛星から信号を受信することが必要であり、高精度な即位には、8機以上からの受信が望ましい。しかし、日本では山間部や高層建築物が立ち並ぶ。 都市部が多く、平地が少ないため、定業格の人工衛星から信号を受信することができず、現状の GPS 衛星のみでは、見通しが遮られ、利用者位置から見た可視衛星数が少なくなり、即位精度が落ちたり、不可能となる場合がある。仮に、現在30機程度を運用中の GPS に、対して GPS 衛星もしくは、 GPS 互換衛星を10機程度追加すれば、可視衛星が増えることが期待され、即位が可能となる場合が増えるが、現在数以上の人工衛星を既存の GPS に追加することは、アメリカ合衆国連邦政府自身にとって、費用対効果が悪く、実現の見込みは薄い。また、地球全周をその対象とする GPS に対して、日本列島からは利用できない位置の衛星が多いため、 効率的ではない。そこで、日本の順天町衛星システムでは、GPS 衛星とは異なる軌道を持たせることで、常時化し衛星を増加し、より高精度の測位を可能とするために、順天町衛星を3機以上用意して、日本の真上を通る軌道から、測位信号を送信することで、地上から工業格で観測できる、順天町衛星を常時1機以上は見通せることができるようにする。 右上の図のような上下非対称の8のあざき道を取る場合、東京特部では常に70度以上の高い行角で1機以上の順天町衛星を見通すことができる。そして、順天町衛星からの信号と GPS 衛星からの信号と組み合わせることで即位できる場所や時間帯を複数の GNSS の統合運用と同等程度に広げることができる。 また、日本の利用者は GPS 信号を補足するまで30秒から1分ほどかかっていたのが15秒程度に短縮できる見込みでもある。順天超衛星システムでは専用の即位信号を受信、処理できるように回収、開発した受信機が必要である。また、順天超衛星は高高度軌道にあるので GPS 信号より強い電波を送信する必要がある。 このため人工衛星が大型になっており運搬ロケットも重量物を持ち上げる大出力の推進装置が必要になる。さらに各順天長衛星は衛星軌道面が全く異なるため GPS 衛星のように複数機を1機のロケットで同時に打ち上げることも難しい。これらの結果順天長衛星システムの構築にはより高度な技術と多額の費用がかかる。 一方で、ロシアのグラネス、欧州のガリレオ、中国の北斗と他国の広報衛星数が増加しつつあり、各国の広報衛星コンステレーション統合運用が、できれば可視衛星数を2倍3倍にできるようになり、即位が不可能となる状況は大きく減少し、加えて工業核という順天長衛星のメリットも、検索される意見もあるが、前述の通りグローバルコンステレーションは、 様々な大国や国家連合の軍事的、政治的意図や各システム自体の永続的安定性も絡むため特定の系統に依存するのは衛星広報システムとしての永続的安定性を損なうという意見もある。また、QZSS もそうであるが GPS 以外のグラニスガリレオ、北斗も2000から2020年代にかけて全時構築中、精度向上中である。 また、センチメートル急速位に必要な補正情報を民間に無償で配信しているのは現状、QZSS だけである。また GPS 補正に関しては、現在でも地上局からの補正を併用する DGPS や静止衛星から GPS の補完補強を行うアスやマゼスエグノスというプロジェクトも実用化されており、特にマゼスは、 日本が打ち上げたひまわり6.75により行われる GPS 補強システムであるが、例としてマゼスは航空機向けのディファレンシャル GPS 機能を提供し、精度は数メートル程度に止まる。またマゼスに使用される衛星のうち2016年末に MTSAT-1R が運用を終了、残る1機の MTSAT-2 だけで運用しており、マゼス自体サービス縮小の方向でもあり、 また2020年頃から代替として、QZSS の正式動衛星から GPS、補強システムとして配信する予定である。また、人工衛星から直接電波が届かず即位できない、地下街や屋内での即位を可能とするために、GPS の信号を中継する機器を、ビルの屋上に設置することで、ビルの谷間でも、即位を可能とする、スードライトという方法が現在研究されている。 順天町衛星システム自身においても、地上保管システムとして、インドアメッセージングシステムが考案され、衛星の電波が届かない屋内や、地下街は、アイムズ送信機によって保管するようにいず、QZSS の使用書で提案されている。順天町衛星システムは、第1段階では1機の衛星で、技術実証と利用実証を行い、 検証を経た後に順天長軌道上の衛星3機体制の第2段階であるシステム実証に移行する予定である。また、正式軌道の1機と合わせ4機体制で実用化する。さらに、天長軌道、正式軌道に衛星を追加し7機体制で運用する予定。2010年9月11日に順天長衛星初号機導きが h e r ロケット18号機で打ち上げられた。 当初は2009年度中の打ち上げを目指していたが、外国からの調達品である原子時計の入手前倒しが不可能となり、2010年8月2日に延期された。その後、導きのリアクションホイールに不具合が見つかったため、さらに延期されていた。衛星開発費は約400億円。2010年1月20日、JAXA が実施した愛称募集キャンペーンの結果、愛称は、 導きとなった。導きの結果によって、追加の衛星打ち上げについての判断が行われる。そのため、導きの設計寿命は10年と長くなっている。その後は、アメリカ空軍により運用されている GPS や、欧州で開発途上のガリレオと合わせて使用される。衛星の最終的な質量が決まっていない頃は、衛星が重くなった場合に備えて、AG、e、や204を使用する。 a g a 2 0 2で、クトから順天長軌道に移行する、a g、e、a 2 0 4で、他の静止衛星と相乗りさせ、GTO から順天長軌道に移行する、などの方法も検討されていた。その後、実績のある GTO から順天長軌道に移行する、こととし、繊維軌道投入を最適な時刻に変えることで、a g、e、a 2 0 4で打ち上げる予定を、a g、e、a 2 0 2で打ち上げることになり、 10億円の費用削減に成功している。2017年2月28日に JAXA による運用を終了し、内閣府に移管され、順天町衛星システムサービス株式会社が試験運用を開始した。2017年6月1日、2号機が HEA、ER、ロケット34号機で打ち上げられた。4号機と同一の機体で、 初号機に比べ太陽電池の小型化による軽量化、推進薬量の増量による長寿命化などの変更が行われた。軌道は順天調軌道で、初号機とは昇降点設計のみが異なるため、地上から見ると初号機を追いかけるように見える。当初より内閣府の衛星で2017年9月15日より試験サービスの運用が開始された。導き3号機は、 2017年8月11日に、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定であったが、天候不良により、翌12日に延期され、ロケットの不具合により再度延期。8月19日14時29分に、HE やロケット35号機により打ち上げられた。3号機は1.24号機と異なり、静止軌道へ投入されて、静止衛星で運用されるほか、災害時に使用される。 衛星安否確認サービス用の S バンドアンテナが付加され2.24号機より 700kg 重くなっている。増幅部のスイッチの異常により L1 信号は予定より低い送信出力で運用される。導き4号機は種子島宇宙センターから HEA ロケット36号機で2017年10月10日に打ち上げられた。 2号機と同一の機体で順天長軌道で運用される。地上からは1.24号機が等間隔で互いを追いかけるように見える。衛星の軌道については、軌道傾斜角45度、離心率0.099、軌道周期23時間56分の軌道に3機を配置することが官民で合意されている。3号機は、統計127度の静止軌道から運用する。 日本と同緯度の正式軌道上にある人工衛星はおよそ38度の行角にある。その衛星軌道をそのまま45度傾けた、この軌道上の衛星を地上から観測すると南方の空を上下に往復運動をするが、回転に伴って角速度が変化するために左右にぶれて、下側に膨らんだ縦の8の字を描くように移動し、下端では地平線以下になる。 また見かけの移動速度も変化し、直上では遅く、地平線付近では早く見える。その軌道を3つの衛星が等間隔に配置されるので、常に直上付近に衛星を配置することができる。サービス領域は日本を含むアジアオセアニア全域であり、その地域では GPS やガリレオに加えて、順天超衛星からの電波も受信可能であるため、 衛星測位の信頼性が向上することが期待されている。順天調衛星からは L5、L5S、L2C、L6、L1C、L1C、A、L1 サイフの合計7種類の衛星測位信号の送信が計画されている。GPS 単独測位の受信機が測定する座標に生じる誤差は系統誤差とランダム誤差の和とみなすことができる。 系統誤差についてはおよそ1メートルから7メートルほどの範囲にあるが、この系統誤差要因の値を利用者へ伝送し、補正情報として用いることができれば、即位座標の系統誤差を低減できることになる。ただし、日本ではすでに国土地理院の電子基準点を活用し、日本全国向けに民間サービスによる1センチメートル級の精度の補正情報の提供が展開されている。 順天町衛星システム開発においては、日本全国向けに1メートル級の精度の補正情報生成が開発中である。補正情報を利用者へ伝送するには、多くの利用者にとって最適な方法を用いて伝送することが望ましいが、順天町衛星システムではその衛星信号に乗せて、利用者受信機へ伝送する点が利点と考えられている。 センチメートル急速位に必要な補正情報を民間に無償で配信しているのは現状 QZSS だけである。もっとも2018年時点ではセンチメートル急速位に必要なモジュールやアンテナは車両や大型ドローンへの搭載レベルであり、携帯電話、スマートフォンへの搭載は大きさや消費電力の点から実現していない。また、 センチメートル級測位は、濃厚車や工事車用、測量などを主眼としており、測定には衛星経由のため十数秒のタイムラグが生じる。よって、カーナビゲーションなど高速で移動する自動車では、センチメートル級測位は利用するとしても他の測位技術と組み合わせた補助的な利用となる。1972年に電波研究所は注意度を対象として、 工業核を狙った8のアザ衛星を世界で初めて提案した。また、1999年度から、順天町衛星通信システムの研究開発を通信総合研究所において推進した。1997年3月9、旧宇宙開発委員会で取りまとめられた、我が国における衛星測位技術開発への取り組み方針についての文書にて、 衛星即位技術の現状分析と将来の需要及び日本が今後取り組むべき研究課題がまとめられた。その際、検討されていた5つのシナリオのうち GPS を基本とし衛星の基礎技術を開発し最低限の衛星数で技術試験を実施するシナリオが採択された。他のシナリオはそもそも即位技術の開発を行わないものから独自。 即位技術による移動体サービスの実証を行うものまで様々なものがあった。2001年7月に経済団体連合会は宇宙利用フロンティアの拡大に向けたグランドストラテジーにおいて順天長衛星システムの構築を提案した。なお、経団連は1999年と2000年にも即位衛星にかかる提言を行っている。 2002年6月の総合科学技術会議は QZSS の開発、整備を参観の連携のもとに推進するとの方針を定めた。2002年7月に日本経団連に順天町衛星システム推進検討会が新設された。2002年11月1日には三菱電機、日立製作所、伊藤忠商事、NEC 東芝スペースシステム、三菱商事、 トヨタ自動車等の59社の出資により、QZSS を利用して、通信と放送に即位を複合させたサービスを提供する新衛星ビジネス株式会社が設立された。2002年10月9日、現宇宙開発委員会の今後の衛星即位に係る技術開発のあり方についての文書では、即位システムの開発意義が再確認され、 即位情報のニーズと GPS 近代化に対応するため、日本の即位技術を向上させる方針が明確化された。2002年10月16日、東京にて第2回日米衛星即位システム全体会合が行われ、日本が計画している順天調衛星システムに関してアメリカ側への説明が行われた。QZSS は日本付近における GPS の保管及び補強機能を備えるものとされ、技術的な事項を検討するためのワーキンググループの設置が決定された。2002年12月25日、国の総合科学技術会議にて、QZSS の研究開発の推進は妥当と評価された。この時の資料では、QZSS の予算総額は782億円とされ、民間による 事業化の判断は2004年度に、打ち上げは2008年度を目途に行われるものとされた。また、QZSS による経済効果は12年間で約6.1兆円という報告もあるが、詳細評価は困難であるとされた。その後の総合科学技術会議等の政府系会議においても、QZSS の推進方針が確認され続けた。しかしながら、 2006年2月に行われた民間の事業化判断において民間独自での通信、放送事業の実施は困難であるとの判断が示された。この時点ですでに即位情報の一定のニーズは満たされており S バンドを用いるほどの即位補強情報のニーズが官民共に見込めないため事業化は困難であるとされた。2006年3月には方針が大きく変更され、 順天町衛星の最初の1機は関、すなわち弱さが主体的に打ち上げ、その技術検証、利用検証を踏まえた上で、残りの2機を加えた利用実証を官民共同で行うこととなった。そのための官民共同の運用会社は2006年度中に設立することとされた。衛星からは S バンドの通信機能が削除され、L バンドのみを利用することとなった。 順天超衛星の初号機は2009年度に打ち上げることとされた。2006年8月から11月、宇宙開発委員会にて変更後の開発目的、方針等が改めて審査され、了承された。2007年4月3日、JAXA は GPS 衛星や順天超衛星の信号が届かない屋内でも即位できる屋内 GPS 技術としてアイムズ方式を考案し、 NTT ドコモ、日立製作所、即位衛星技術、新衛星ビジネスらと共同で、地下駐車場における実証実験に成功したと発表した。2007年8月2日、民間会社の新衛星ビジネスは解散。財団法人衛星即位利用推進センターが後を引き継ぐ形となった。2010年9月11日に、 技術実証のための順天町衛星初号機導きが打ち上げられた。2013年3月29日、政府は順天町衛星2機、正式動衛星1機などの開発、製造を三菱電機に発注した。2017年から打ち上げ2019年から導きと合わせ4機体制で運用し、24時間利用可能とする。2017年6月、 8月と10月に導き2号機、3号機と4号機を打ち上げ、2018年4月からのサービス開始に向けた試験運用を順次開始した。2018年3月2日、11月からサービスを開始するとの発表。事実上の延期であり、NEC による地上系システムの開発の遅れが原因と見る向きもある。2018年6月5日、 同月2日に3号機で L5S 信号の送信信号増幅部のスイッチに異常動作が確認されたため、同様のスイッチを使う2から4号機の試験信号の送信を一時停止したと発表した。9月8日、信号の送信が再開されることを発表。衛星上で放電現象が生じ L5S と L1 信号のスイッチが動作しなくなっており、 L1 信号は当初予定より低い出力で送信される。2018年11月1日サービスを開始した。ありがとうございます。